それでは後半戦始めたいと思います。マイクの席が空いているのでぜひマイクをお越しください。
エントランスのホールのデザインのこの部分というか、まあ、一見しては入るレンガなんですけど、まあ、またかと思うかもしれませんけど、レンガ作りました。レンガを作ったっていうのが、これ実はですね、宮崎の、宮崎高砂工業っていうちっちゃな、レンガ会社があるんですが、そこで、オリジナルでやりていただいたんですけど、火山灰で、ちょうどこの当時2010年から12年あたりというのが福岡で、九州では新燃岳っていう、阿蘇の隣にある、新燃岳っていうところが噴火してですね、結構問題になった時なんですね。で、あれでよくよく調べたら噴火した火山灰ってどうしてるかというと、実はね、使い道がなくて、国が買った土地に、掘って埋めるだけなんですね。今のところ再利用する方法がなくて埋められてる状態です。だったらその再利用を何とか火山灰でできないかなということで、宮崎高砂工業に申し掛けて、火山灰を、成分に使ってプラス九州ですので、陶器の町ですね、 TO さんがいますので、陶器の廃材を茶木というか、あれを粉砕したものと火山灰を混ぜてレンガを作るということにチャレンジして作った。ですね、でこれで全体のデザインを構成していました。で、まあ、ライブラリーなので知識が、まあ、知識がたくさんそこにあって、その知識の体積の中から自分たちに、新しいものを発見するということで、こう知識の体積、知識が積もったものとレンガが降り積もったものというのをちょっと掛け合わせて、その中に知識の泉、まあその中に知識のヒントになる本がたくさん埋まっているというようなデザインをモチーフにした、空間を作りました。これが多分、きっかけで、九州の材料でこれだったりとか、あとは後から出てくるんですが、大分の竹細工で照明を使ったりとか、あと中で使っている、木の素材は全部、ヒノキですね。ヒノキの、再利用、間伐材のヒノキを、1センチ幅の薄い幅に巻いた突き板を、それを積層して、並べることでヒノキの和風のイメージを変えて洋風に使う突き板を作って、その突き板で造作の家具を作ったりとか、ガラスの中に挟み込んでパーテーションにしたりとかということです。でヒノキの突き板を使ったり、あと佐賀の七山の和紙を使って、あと宮崎のレンガ、大分の竹細工の照明、全国の、九州の各県からピックアップした材料で、その材料を、田舎臭くならずにモダンナイズして空間を作っていこうということで、この、空間を作ったら、七山、ここが大体の始まりかなというふうに思いました。さっきのラウンジチェアは高砂ですよね。はい、そうです。はい、で、その時に実はもう一つ話があって、僕が今、インテリアデザインの話があるので今ちょっと言ったけど、今僕はインテリアのプロダクトを両輪でやっています。で、この時に、ですね、椅子をデザインしたんですね。さっきのラウンジのやつですよね。はい、そうです。繊細な客のついてるんです。これですね。これがその、ビズコリライブラリーを作るときに、デザインをオリジナルでしたものがこちらです。見たこともしかしたらあるかもしれません。2012年にデザインして、2014年からかな、カシラ XC で、実際に販売になって、今でも販売されているラートという名前の椅子をデザインしました。で、この時のデザインしたきっかけはですね、さっきの図書館の方の、エントランスのホールのラウンジになってるんですけど、まあ、ビジネスライブラリーなので毎週毎週週末とかに、会員さん10人とか20人で、今回は何なんですか、こういうやつですね、会員の誰々がトークショーが20名でありますとかなると、普段はラウンジとして大人のライブラリーのラウンジとして、まあ、お酒飲んだり、まあ、ドリンク飲んだりとかしながら、談笑しながら使われているラウンジが、
週1、セッティング変更になってこういうトーク区間なんですよ。で、それがあるんで、クライアントからはキャスター付きの動かせるリスクしてくれという要望だったんですね。日々、ちょっと待ってと。ラウンジだろと、大人の図書館のラウンジだろと、キャスター付きの椅子でラウンジキャスターだろと。いや、でもそうじゃないと運営できませんと。まあ、そりゃそうだよね。分かった。じゃあ、ちゃんとしたソファーだけど、動かせるやつデザインしましょうというのがきっかけになりました。なので、ちょうどですね、これデザインしたのが冬だったんですよね。冬季オリンピックだったんですよ。これ何かの形に似てると思いませんか？ソリーなんです。ソリー。あ、テレビ見てて、あ、ソリー、あ、これで決まったと思って、デザイン結構2時間ぐらい終わったんですよ。本当に。僕は、実はこれをさっきの、話とちょっと言ってるんですけど、僕はデザインの中で自分なりの方程式があって、最適解っていうところをよく使うんですよね。ものを、かっこよくしようと思ってデザインすると大体失敗するんですよ。大体売れないものができるとか、なんか尾びれがついたデザインになっちゃうんですね。なんでか。でもこれの場合はもう明確な理由があったんですよ。通常は大人がゆっくり座るラウンジチェアで美しいもの、しかも360度が見られるラウンジだから、バックシャンで背中が美しくて綺麗なラウンジチェアが欲しい。でも週に1回は図書館の運営なんで女性1人とか連携してるとかあるんですよね。受付の女性とか、その受付の女性が1人で動かせるっていうのは、2項不成立の問題を解くための最適解がオセルイスですね。なので、ソリをモチーフにして足を極限まで細くして、通常だとタイプでいくんですけれども、これはですね16パイのロット、無垢の、金属を曲げるだけで、ソリの形をモチーフにしてデザインしました。なのでこの足の形をデザインしたくてしたわけじゃないんですね。この足の形に必然的になった形、なんか最適解なんです。おしゃれな結果ね。踏み落ちる形っていうのが多分プロダクトにはあると思うんですね。で、僕はできれば物のデザインをするときは無理なデザインをするよりも腑に落ちる形がどうかというものを最適解を求めるデザインをしようと思っていつも心がけています。で、これもこの時に生まれたのが、きっかけで、自分のテーマの中で今のするとある話がこれですね。多分この時が2012年が多分僕の多分こうターニングポイントになったのかなと思っています。で、その次もう一つあって、次もちょうどその2012年頃、7年前、8年前、ちょうど38、9、ちょうど40手前になってきて、今までは、それまでは仕事で結構流行りの店、まあ、若手の流行りの店っていうものをちゃちゃ作ってた。で、その時にあんまり考えずに、まあ、かっこいいもの、見栄えが良くって売れるもの、流行る店と、自分のちょっとしたテクニックと、ちょっとしたその今までの知識と、で、まあ培ってきた、まあ、造形をついたんですけど、まあ、そんなに大したことじゃないですけど、まあ、テクニックで物を作っていたものが30後半差し掛かってくると、クライアントが変わってくる、もっと大きなクライアントになってくる、それと、今までは30代で一緒に物を作っていた人たちが、今度も、若手との発表に僕に仕事が来るから、で、僕に仕事が来るのは、今度は、企業のクライアントだったりとか、ちょっと大きなクライアントに変わりつつあるときに、自分自身も何かしら変わらないといけないなと思った正直だったんですね。その時に何かやっぱり自分の中でインテリアデザインってテクニックで何度もなってたものを、なんとかやっぱりもっとちゃんと理にかなった腑に落ちるデザインの手法っていうのを
模索してるからなんですね。多分あったんだと思います。で、もう一つきっかけになったのが、これですね、これも2013年なんですけど、結構冒険してますね、これね。筑後元気計画っていう、厚生労働省の、まあ、もう助成金事業ですね。あんまりもう今、ほとんどやらないんですけど、助成金を使って、地域創生ですよね。で、まあ、町おこしのためにデザインの力を使ってやろうというプロジェクトがありました。福岡の、しかも筑後地方って言って、今の福岡の市内よりも車で1時間ぐらい離れたらちょっと田舎町なんですね。で、まあ、食べ物が豊富で、まあ、ものづくりが豊富な場所。で、そこに、まあ、デザインの力で商品開発をして、雇用を増やそうという計画で、ここから生まれた商品って結構今の皆さん見るものがあって、一番代表的に言われてるのは、筒井時政花火商店ってことですか。日本で3社しかない、線香花火の会社です。でそこで、国産の線香花火ですね。で、それが、壱岐社、この矢部地区があったんですね。国産の何やったんでしょうか。線香花火。まだあるんです。あるんです。日本で3社あるんです。でも、中国産に押されちゃったから。そうです。で、もう本当に直品になって、潰れる寸前だったんですけど、これで、僕の友人の中庭秀美というグラフィックデザイナーがいるんですけど、彼がグラフィックのデザイン、プロダクトのデザインが入って、爆発的に売れる商品なんで、今、ビームスとか、いろんなところで絞りとか、いろんなところで未だに言われている花火があって、それが生まれたプロジェクトですね。で、僕はこの中で、2、3アイテムの、商品開発と、ショールームのデザインさせてもらいました。で、ショールームも、その雇用創生事業で3年限定という事業爆弾を抱えた、プロジェクトなんですね。なので、それの最後としてあったんですよ。3年しかないプロジェクトを一番最後の1年にショールーム作るって言い出して、ふざくんなってですね。インテリアデザインで1年でものすごいお金をかけて何を作るかと、ショールーム。で、しかも3年で終わるかもしれないし、終わらないかもしれないみたいな、曖昧なテーマなんですね。じゃあ、1年で終わるかもしれないけど、2年で続いても、もしかしたら使えるかもしれないショールーム作りましょうっていうのが、これでした。だからさっきの話です。時間軸。そうですね。これはなんか時間を短くね。そうなんです。なんで、パッとこう。1年でパッと中ショールームじゃあ作ろうじゃないか。唯一使ったのは生竹だけです。屋根の竹やぶから生竹を切ってきて、それをカーテンレールに吊るしただけ。で、生竹なので、加工しないので、1年で全部黄色くなるんですね。で、黄色くなって割れてしまって、もう風化してしまう。けれども、それをレールで吸って床から本当に数センチ上げるだけでパーテーションの機能を持つ、空間を作りました。で、案の定を1年で終わったんですよ。ここのショールーム自体は1年で、撤退はしたんですけど、その後東京で筑後元気計画プロジェクトと展示会がとんとん2年間から続いたんですね。で、全部それに持っていってもらう、この竹を持って、ではモバイルで持ってってもらって竹を、構成してその空間を作る。で、竹と布だけであと2年間そのプロジェクトをやり過ごしたっていう、プロジェクトになりました。で、この時に一定のデザインなんてもしかしたら時間操作できるんだと思います。さっきのように老舗として20数年続くインテリアのデザインもできれば、1年で本当に終わらせるものもインテリアデザインだったらできる。もしかしたら数週間で終わるような、ショーケースとかもそうですよね。一瞬で中空間っていうのを空間でもできるんだなと思って、インテリアデザインって面白いなっていうのを気づいたのがこの時でした。で、この時に作った、僕が、まあ、ショールームのデザインはこれをして、プロダクトとして作ったものがもう一つあって、木のデザインなんですけれども、ノック、ノックというのは単語字で、ノットオンザカフと言います。ノットオンザカフってスラングだったみたいなんですね、調べたら。で、これ名前も付けてしまったけど、なんか、かけ売りしないぜっていうスラングらしいんですけど、カウスです。
もっと大阪、袖につけるなっていう、ちょっとやプラス掛け身しないでって、男のシャレっていう意味で、その、これですね、福岡の田舎町、柳川っていうところで、ですね、車のエンジンの部品とかを作ってる小さな町工場です。でそこで、もう本当そこの2代目で、今のままでは本当に厳しいなっていう時に、友人の洋服の仕立て屋さんと一緒に何か新しいものを作ってちょっと打ち上げようっていうので、その現地計画に参加してきた子たちのために出参したんですね。で洋服屋さんで、仕立て屋さんで売る、カフスリープスを町工場の機械金属加工のところで、まあ、L 式センターで、形を作って、まあ、着せ替えができるカフスというものを、もう旋盤に1個NC 旋盤1つでデザインをしたのがこれですね。でこれの時に筑後の現地計画に携わって地方のものづくりのやっぱり、抱えている問題とか、後継者がいない問題だったり、もう本当に今作っているものでもっと売れなくなっている問題を、デザインの問題で何か解決していこう、今でもずっと多分皆さん続いている問題だと思うんですけど、それにやっぱり面と向かって、僕自身も直面して、何かこうデザインの形、デザインの力で一つアクションを起こすことができないなと思って作ったのがこれです。で、あとはこれ結構、当時売れまして、東急ハンズさんだったりとか、あとベンツが、ノベルティで、1万個発注してくれたりとか、素晴らしいですよね。とか、ベンツとか、ベンツとか、ギターの有名なメーカーが、僕あんま詳しくないけど、ギターこれこうチューニングするこうなんかリングみたいなのがあって、ね、あそこのメーカーさんがこれでカフス作ってくれて言ってきたりとか、で海外 でこのノックとそのメーカーとのコラボレーションで商品ができたりとか、かすごいいろんなところで反響をいただいた商品に。結構微妙な感じですね、あのね、トップのところは。完全なご反映ではなくて、ちょっと歪ったものね。ですね。で、藤間百貨店とかでも売られたりしましたね。で、今だけ売られています、これ。というのが、やったのがきっかけです。で、これをやったのがきっかけで、地方にはまだまだ僕らが知らないだけで埋もれてる技術だったり、職人さんたちって、本当にたくさんいるんだな、ということに、やっぱり僕は当時、思って、なんか地方でやる意味、やる意義っていうのをずっと模索してたんだけど、これはやっぱり自分のライフワークにしなきゃいけないなと思って、今のスタイルで、やっぱりこう、地方の職人さんと一緒にものを作っていくという、今のスタイルが確立したのかなというふうに思ってます。で、この後、これから2年後に、ここと一緒に、やったプロジェクトが、これです。久保田さんとお会いしたきっかけになった脅威の後、まあ、変態と言っちゃいましたけど2015年のミラノサロンで2出品した椅子です。普通ですね。でこれさっきのノックっていうノックを作った田舎町の工場で、はい、で機械旋盤一発製作の、オブジェでございます。ツールを作ってみたので発表しました。その時の会場がちょうど久保田さんと同じ会場で、あの会場の。で、お前変態だなと思って言われたのが、きっかけになったのが、そうなんですね。はい。やっぱりすごい変態ですね。本当に変態だ、お前って言われて。まあ、逆ネジ、もともとミラーで発表したのは、無垢の棒を、真ん中太くて、先は細い。先ほどしていく、まあ、木では160秒くらいですけど、これを金属で機械旋盤で行って、エンドが動かない。同じく、さっきのノックと同じく、エンドがメジになってるんですね。で、もうその一発旋盤で加工して、それを組み立てるだけで出来上がる。でしかもこことここなんかをミラーで出したので逆ネジになってるんで、逆ネジで回したらキュッて閉まっていくっていう。もうかなりマニアックなものを作って、ミラノで発表したら、まあ、むしろ面白い反応をいただいて、その当時、ミラノで20社ぐらいから接客声をかけていただいた
ったんですけど、まあ、最終的には、海外で、制作には結局至りませんでした。何かしらいろんな問題があって、結局2015年発表した後、最終今は、2017年からかな、2年前から、ブルーボックスという日本の国内メーカーで、限定販売というのが出られてます。で、120数万ですけど、あのブルーボックスは、ワグという映像集団がありますね。あのワグさんが、やってる生活不必需品を提案するというブランド、まあ、変態ブランドなんですけど、そこの人アイテムとして、発売されている、アクシスという。もう一度分かりやすく、はい、話がいかに変態かというところです、はい、もう一度詳しくお願いします。ちょっと、ビッグエッジの言葉があるので。ちょっとググってみましょう。あの映像があるんですけど、ちょっと。いかにこれが難しい技術によって成立しているかということですね。ぜひ、見てもらいたいと思います。映像があるんですよね。あ、これだ。
チーズタルト1本しか並ばない。しかも全工程全て店で焼くところから、まあ、加工から焼くところから全て店で清潔な工房であること。で、チーズタルトが一列にザーッと並んで焼きたてを提供するという店舗1個が丸ごとショーケースとして機能する店舗を作ってほしいというのがキーワードでした。なので、僕がデザインしたのはもうこれもほぼ一発ですね。天神地下街っていう通りがあるんですけど、その通りに通っている人がショーケースで見えるようにデザインしました。刷り込みのようにみんな覚えてると、ちっちゃい頃に、洋菓子のケーキのショーケースをこうやって見てたっていう記憶がありませんか。あの記憶ですね。あのショーケースって今で見ると高さ1000ぐらいの高さのあのショーケースが子供の頃って背丈よりも大きいショーケースで、あの三角、寸法の三角というかスケール感を今になってもう一回やり直した高さ1000のショーケースを2800の高さに持ち上げた。で、これも刷り込みのように覚えてるんですけど、洋菓子のショーケースってなぜか長いんですよね。で、和菓子のショーケースってなぜか四角いんですよ。確かにそうだね、うん、あれ決まりがあるのかなちょっと分かんないんですけど、でも洋菓子ってショーケースも悪いんですよね。だから丸くしました。それだけです。で、作ったのが福岡の店舗ですね。なので、こうガラスが丸くなっていることがこのデザインに効くんです。で、その後、これタイ、タイで1号店作って、これはソウルですね。ソウルで作った、ロッテの百貨店だったかな。ソウル1号店だからタイの2号店、セントラルワールド。タイってやっぱりこう熱気のある、国で、アジアの文明として屋台をそのまま持ってきたというデザインです。で、シンガポール、ですね、おもちゃで、これはそう、キョンギかな、キョンギロ、それからイソール、タンゴ、それからこれどこだっけ、すみません、忘れました。と、あと東京駅ですね。で、すみません、これだけパーツなんですけど、最近、去年長崎と、あと一番最新、今月オープンした熊本と、いまだにずっと作らせていただいてて、僕だけで軽く10店舗以上レイクさんのデザインはさせてもらってます。で、レイクのデザインってその足元がクリアで見えることと、あとチーズタルトが鮮明に映ること、黄色が映ること、それとあと単調な、素材使いで、シンプルな手数で、最大限の効果を発揮するというのがレイクのデザインのシーン。どうして足元がはっきりしてるんですか。美しく、要は景気もやっぱりこうショール高校って汚いんですよね。その清潔感を見せるためには足元を抜くというのが一番、足元にゴミが一切ないというのが清潔感をダイレクトに見せるというね、それで必ずメインの店舗は足元を見せないというのがコミュニケーションになる。すべて足元を見せる。なので、ちょっと面白いのが、結構僕は2号成立を成立させるのが好きで、これソウルで大喧嘩、ソウル の, あの内観と大喧嘩して、これプレゼントに。で、我々はその店のコンセプトとして足元を見せなきゃいけない。まあ、それがレイクのスタイルなんだっていうのがあって、プレゼンの中では足元を抜いてるんですね、綺麗に。でも、ロッテの百貨店側は、絶対に汚いから百貨店の中で足元なんか絶対見せたらダメだ、全部隠せとか言われて突っ張られたんですよ、プレゼントに。でも我々も、ね、日本から行ってて早く決めないと、もうデザインまた持って帰ってまたデザインするなんかもう絶対タイムラグでこう間に合わないっていうのに、ちょっと待ってと、じゃあ2時間はゆっくりと、2時間でもう一回再デザインして持ってくるからって言って、会議室を買って2時間でデザインして再提案したのがこれで、お前ら足元見せない見せられないんだよね。じゃあ足元ガラスで隠すぜと。で、僕らって足元見せられた。だからガラスで抜くぜという、見せたいと見せたくないと2個成立を成立させるために、ガラスを通常フラットでこうやって面で使ってたガラスを、じゃあ寝かせてね。寝かせて接合させて小口で、見せることで隠しながら見
あとはたまに住宅、あ、住宅がすごい素晴らしいんですよ、ぜひ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 、はい、本当にね、これあの僕いつも海外の、ね、住宅の原稿をいつも書くんですけど、たまに住宅、はい、熊本で、RC 専門の、ホーム店さんからの依頼で、住宅の設計に携わらせていただきました。建築の設計自体は社内のチームが、入ってサポートしてくれたんですが、僕の方は、企画立案、コンセプトメイキングからインテリアデザインを担当して、RC の特性を存分に生かした、コンセプトが、僕が考えたコンセプトは、100年、ときめきを感じる。これいいよね、すごくね。っていうのをテーマにしました。建築は古いね。はい、あの建築、こういう言い方をすると非常に失礼かもしれないですが、建築を専門でされている住宅の、建築家さんたちの作品をいつも見てて思うのは、思ってた、僕が思ってたのが、そのリビングはリビング、ダイニングはダイニング、ここでご飯を食べなさい、ここでテレビを見なさい、ここでくつろぎなさいって、ものすごくこう、住まわされている、錯覚の地なんですよね。で、それが僕の中では、なんかもっと自由に、暮らしたいと思って、例えば夏であれば、ここの日差しが、きついから、ここでダイニング、朝ごはん食べよう。冬だったら、ここが暖かいから、ここでご飯を食べようとか、1年365日、朝昼晩、ときめきの場所が変わる。空間の中で。崩壊ポイントが変わるんですか？はい。という住宅を作りたい。だから、水回りだけは設定してる。だから、ソファーがないんですよね。テレビも置く場所決めてないんですよ。なので、ダイニングはここに今あるけれども、別にこの箱の中がダイニングになっても、いいです。冬の天気のいい日は、外壁側の方に出して外でご飯を食べてもいいんですが、365日春夏秋冬、この家の中を、ノマドのように、過ごしていく住宅を作りたいなと思って作ったのがこの住宅でした。これ本当に素晴らしくて大好きなんですけど、あのさっきもちょっと言い方ですけど、建築家さん、私も知らないけど、建築家さんのやったあの家ってインテリアがそれなりに、ね、感動するのはあまりないんですよね、うん、これすごく感動しました。というのが、すごいよね。ですね。とか、まあ、空間系の仕事をしながら、あとその言ってた、プロダクトの空間を僕は結構両立しながら両輪で動かしてやってるんですけど、毎年なんか何かしら、インテリアデザインってやっぱりクライアントがいて初めて成立する仕事ですね。プロジェクトワークだと思うんです。で、何かしらやっぱり二項不成立を最適化を与えたりとか、お客さんが来るために操作してデザインするっていう、要は要望があって初めて何かデザインする中で、何かしらやっぱりこうリミッターのようなものが自分の中であって、そのリミッターが全部外れてしまったときに何作るんだろうという中で、オリジナルワークとして毎年毎年作りたいものを作って作品発表しています。で、これは、2017年2年前に、チャレンジして作ったもので、デザインアートというイベントで発表したんですが、グラデーションのミラーですね。建築家の方って分かると思うんですけど、ミラーって、まあ、建築で使われて銀抜きっていって、通常のミラーの銀を剥いで透明の部分と鏡の部分とスパッと分けて、鏡と透明のガラスっていうのを分けて作ることは可能なんですけど、その境界があまりにもはっきりしていて、その境界を曖昧にすることできないかなという、その僕の素朴な疑問から作りました。で、なんとかその境界を曖昧にして、徐々に透明のガラスからミラーに変わっていくようなガラスができないかなと思って、いろんなことを試して、
最終的に行き着いたのが、ミラーの作り方をやめて、ミラーって通常はガラスに、銀が乗着されて、その上に銅が乗着されて、その上に塗装されて初めてミラーになるんですけど、その乗着技術をやめてしまって、これですね、無電解メッキ、メッキ、知ってます？ガラスに電気を通さずにメッキをかける技術で、ミラーを作りました。で、そのメッキをかける、温度と、時間の操作をすることで、中間に 半分ミラーの状態を作ることを実現させたミラーです。曇ったかもしれない。難しいですよね。科学です。でも、これも、最初の発想から、全国ミラーをやってるところくまなく電話アタックして、ほぼほぼ何件やるの？何件やるの？ですね、20件ぐらい断られて、最後奥多摩の山奥で見つけました。奥多摩の山奥にある、ですね、会社がそれ面白いねって言ってくれた。それ多分できないと思うよ、うちだったらもしかしたらできると思って、やったことないんでやってみる。で、やりました。で、その会社は実は、メンズだったら分かると思うんですけど、戦隊物でギャバとか思うんですか？シルバーの甲冑はですか？ギャバ、あれって FRP なんですね。FRP に銀条着で、メッキで、銀を作ってるんですよ。そこをやってる会社に、申し込むことで、そこで、実現できるのがこのグラデーションミラーです。キャラクターに普段人気してるんですね。はいはい。で、そこが使っていた特殊なシーラーが、通常は塗装、色がついたシーラーを通常はガラス加工で使うので、絶対その透明にならないと。でもうちは透明のシーラーを持ってるから、それであればもしかしたらできるかもしれないので、やってもらいました。で、できましたっていうことをやってます。だからこういうなんか僕は普段の仕事ではできないようなチャレンジングなこととかをオリジナルワークで自分の作品として発表しながら、それを発表したところを使った技術を生かして、今度自分のクライアントワークの方に持っていく。で、クライアントワークでやったことで 80% しかフルスロットで組めなかった、 80% しかいろいろ考えたらできなかったことを今度 100% に持っていくためにオリジナルワークで今度持っていくということで、右行ったり左行ったり、右行ったり左行ったりしながら、プロダクトとインテリア、プロダクトとインテリア、そして、オリジナルワーク、クライアントワーク、オリジナルワーク、クライアントワークっていうのを行ったり来たりしながら、仕事をしています。で、その中で、作ったものが商品化になったりとか、逆に、クライアントワークで作ったプロダクトが商品化になったり、オリジナルで作ったものが商品化になったりしながら、仕事をやっているというのが、僕の仕事のスタイルですね。このヘイズは僕は、ですね、まだ実現してないです。どこかで実現したいなと思ってて、だから日本設計の人が建築士の人がちょっと面白いって言ってオファーはもらってるんですけど、ちょっとまだ実現はできてないところがありますね。これヘイズって言うんですね。はい、ヘイズイ、もや。英語で言うとヘイズイっていうのは曇ったとか。曇った。かすみですね。っていうことをやりました。すごいなんかイノベーションでもやりましたね。はい、とにかく自分が楽しいと思えることだったり、見たことの既視感っていうのがすごくあって、あ、既視感を除外するっていう、既視感のないものを作りたい。多分人間って感動するときって本当に両方どちらかに触れると思っていて、一つは、ふとした瞬間にノスタルジーを感じるような、懐かしさを感じるような美しさ、ものすごく美しい、でもどこかで見たことがある、あの小さい頃のあの風景か、というような、何かしら忘れてた既視感、それも既視感ですね、忘れてた見たことのあるものが心に金銭に触れることで
美しいと感じるか、もしくは真逆で全く見たことないもの、今まで全く見たことない、なんだこれはっていうものを見た時の感動っていう、その両端に人間の感動ってあると思ってて、僕はその両端を意識的に作ることができないかなと思って考えてる。あのでもちょっとね、一言言われる、あんまりね、見たことないものというのは認識しにくいな、話しないねというのは。そうですね。なので最初見た派手なマークがつくんですけど、でも見れば見るほどちょっと面白いねっていう風なのが変わっていくというのが結構面白いなと思って、ということを考えてやっていたりします。はい、で、あとそうですね、もう最後になるので、ちょうど最新作というのはちょっとあの、CM みたいになりますけれども、東京テクトリックなので渋谷にですね、最新作作りました。ホームシェフというキッチンブランドです。で、今度10月の、来月10月の末か、もしくは11月の前半ぐらいに、正式にお披露目、リリース、ブランド発表しますけれども、北沢産業さんという、中国企業のメーカーなんですね。はい、有名な中国メーカーなんですが、その中国企業のメーカーが自分たちが厨房を作っていたノウハウを使って、新しく、キッチンの業界に参入したりしようというプロジェクトで、僕はショールームのデザインからその中の、キッチン全体のデザイン、キッチンのプロダクトデザインまでに、させていただきました。で、ショールーム内で 4シリーズ、コンセプトキッチン、パティシエキッチン、ツーブランド、ミサガキッチン、ビストロキッチンという4アイテムをデザインして、いろんな世代、いろんな世代のいろんな趣向を持った人たちに対するキッチンを、提案をしてます。で、本当にその中よくやっぱりまずね、こう蕎麦打ちたいお父さん、家で本当にセミプロのようにクッキーをやったりパンをやってるしてるお母さんたちで、通常の、家庭用キッチンでは満足ができないけれども厨房器具までは、ならないっていう、新しい、造語を今回、今回のチームで皆さんに作ってもらったんですけど、プロシューマーコンシューマーとプロはですね、プロシューマー向けの、キッチンというコンセプトに、開発を、丸1年以上かけて開発をしました。で、これがあのショールームがつい最近オープンして、10月、今11月に発表になりますので、ぜひ皆さん、渋谷の方まで、渋谷の東にありますので、はい、足を運んでくれれば嬉しいなと思います。全アイテムのデザインをしています。取ってから詰めてください。全部インテリアやってますか？インテリア、ショールーム、改装なんですが、改装なので、階段とかは既存のままなんですが、ショールームの、前面に、あ、ほぼですけど、居酒屋キッチンです。居酒屋キッチン。あ、本当だ。はい。なので、家庭用のキッチンなのに、スチコンとかサラマンダーがある。ですね。キッチンですね。パティシー。真ん中のところ、本当に厨房で使うような、課題を家庭用の商品のデザインしたりとかということをやったりしています。はい、ですね。はい。そんな感じで。はい、ジャスト9時ですので。はい、せっかくなんで、じゃあ質問とか受けて、はい、なんか質問とかあればいらっしゃるでしょうか。あれ、キッチンのところに専門の方の質問とかないですか。何そんなないキッチンじゃないこれでもいいんですけど、じゃあ、はい、あ、お疲れ様です。高須さんっていうものなんか普通通りで、はい、学校にね、はい、すみません、プロダクトっていう部分と、インテリアっていう部分って、両輪でって話なんですけど、頭の中ですごく
切り替えが必要だと思うんですよ。あのディテール感というか、あの距離感、物に対する距離感とか、あの引き感とかってすごく違うじゃないですか、インテリアだと。でそれをうまく切り替える時の頭の構造ってどうなってるのかな。結構、昔からそうなんですけど、俯瞰してみることが自分自身多いですよね。なんか、どうしてもこうぐーっと前にもうこうなってしまう瞬間ってやっぱりあんまりいいものができなくて、いつもこの辺が第三者の目線でものを見るようにしてます。なので、インテリアの場合には僕は、インテリアの場合僕の目線はいつもお客さんの目線なんですね。インテリアの場合は動線、最初のエントランスの玄関を開けた時のシークエンスの移り変わりから帰るまでのストーリーを自分の中で考えて、女性の人をターゲットにしたお店であれば、僕は25歳の女性になったつもりで、玄関入るところから帰るところまで第三者の目線でも作っている。で、プロダクトもそうで、プロダクトもそれを、買う人、使う人の目線でを表意して本を作るようにして、かなり、俯瞰した状態で本を見ることで、うまくそれで切り替えにはなっているのかなというふうには思っています。と言いつつ、はい、ガク君のプロダクトとかの見てみると、はい、めちゃめちゃ似ている子ってるじゃないですか。それですごく寄らないとできない。あ、そうですね。技だと思うんです。そうですね。そうですね。その辺の切り替えがすごく上手だな。はい。いつも。なんかこう、そうですね、ディテールを、結局、なんていうんですか、シンプルなものって一番難しいじゃないですか。シンプルなものって一番難しい、カクテルだったら人体力が一番難しいし、シンプルなものを作れば作るほど、ディテールがの甘さが目立ってくるから、僕の場合、図面の描き方がちょっと特殊で、1分の1のディテールから図面描けるんですね。1分の1のディテールを先に図面を描いて、その1分の1のディテールの寄せ集めで空間ができているような関係ですので、結構それは、なので、プロダクトもインテリアも実は同じ手法でやってる。インテリアを作るときもディテールから先に描いてます。ここでやってますね。はい。ありがとうございます。もうよろしいですか？僕は大丈夫です。他に誰か質問とかいらっしゃいますでしょうか？ですね、質問は本当に、大丈夫ですか？本当ですね、僕はあ今ですね、GCD で臨床をやらせていただいたりするコーナーです。今日は皆さんお忙しいからお疲れに対してありがとうございました。今回その高須賀君、僕が実は協力して今回決まったんですけど、まあ、さっき話にもちょっとありましたけど、宮田さんで僕のプロダクトを出展したときに、まあ、ちょっと先のところで、ガクも、ガクのやつを展示してて、なんで、まあ、今のやつはビスタイプだったとして、高須賀君のやつは逆にタイプというのは、説明しても多分、あのね、組み立てられないんですよ、あのものは。普通の人にはね。普通に考えたら、ビスで全部できるって言ったら、それはもうかなりおかしな話で、そんなわけないって言って、何度も聞いたんだけど、あまり正直でよくわからなかった。それがわからないけど、それがビスで組み立ててるってことがあまりにもおかしくて、こいつ本当おかしいなと思って、何考えてるんだろうと思ってから仲良くなって、で、まあ、たまにね、なんか終わったりするような機会があって、まあ、そのレイクなんかもね、すごいこう美しい、デザインで、ちょっとなんかプロダクトっぽいと思いますけど、まあ、今日話聞いて、思ってた以上に変態さ加減が半分なくて、本当に面白かったんですけど、まあ、ちょっと本当に真面目で、本当にいいやつでなんですけど、性能すぎて、ものづくりのあり方って、本当はこうじゃなきゃいけないんだろうなと。でも、まあ、多分デザイン師たちは、そこまでなかなかやりきれない、ところをなんかちょっと疲れた感じが、多分僕もしたし、多分お話をしたんだと思って、
その手法はね、人それぞれあるんですけど、こんな風に、やってる人たちがまだこう日本にたくさんいるということは、この月一をやってて、本当に面白いなと思う部分があって、これからもですね、この次も、どんどんですね、こうやっていきたいなというふうに思ってますので、お時間がある限り、この月一、皆さんも参加していただけたらなというふうに思っております。で、次回、まだ日程を決まってますね。いや、日程決まってます。次回はですね、10月31日で、まあ、発表しない。発表しないんだな。あれだ、聞いてない。俺聞いてない。やばい、どうでしょう。言ってなかった。次回誰ですか？やばい、どうでしょう。10月31日に決定してるんですけども、はい、名前が出てこないですか。永井さん、永井さんじゃない。ね、じゃあまあ10月31日なんですけど、その前にじゃあ、JCD の方がですね、ちょうどだけ一つあります。JCD のですね、JCD は日本商環境デザイン協会っていう協会ですけど、DSA っていうその日本、なんかディスプレイ違うな、日本空間デザイン協会っていうその協会と、合併してですね、新しいアワードを今年から作りまして、日本空間デザイン賞という、大きなワードをスタートさせました。で、それの募集が終わって、それの、審査も終わって、もう順位の代が決まって、でそれの授賞式をですね、やります。でそれが10月の4日の金曜日なんですけど、そこにですね、まあ、授賞式とその後にパーティーというのがあるんですけど、今回はですね、かなり、大掛かりな、パーティーを超華やかな、派手な、パーティーをやろうと思います。で、そこはですね、授賞式は受賞者しか参加できないんですけど、パーティーはご興味があれば、どなたでも参加できますので、まあ、会費はかかりますけれども、よかったら申し込みしてください。明治記念館。明治記念館。はい。明治記念館です。で、何時から？何時でしたっけ？16時、17時から19時が、受賞パーティーです。はい。本当にですね、今回のアワードもすごい優秀な人たちが賞を取りましたので、その人たちがみんな出てきますので、そういうデザイナーと会って話をするチャンスです。なので、ぜひ参加していただきたいなと思います。入り口のところにですね、このチラシが多分置いてあると思いますので、これをぜひですね、持って帰っていただいて、申し込みをしていただきたいというふうに思います。で、次回。あと次回ですね、10月31日で、アプカの、浜田さんを用意しています。はい、浜田君が、そうだ、浜田君って言ってたわ。浜田君は、サーフ&パークのところですかね。サーフィンとゴルフが好きっていう。間宮さんとか。ちょっとキャラクターでも違いますけど、デザインの能力はとても高い、ね。非常に人気のあるので、この方が、違います。ということで、今日は、これで終わりになりますけれども、まだこの後少し飲む時間あるそうですね、半まで、あ、急いで15分ちょっともう、まだ、交流を図る、はい、飲む時間があります。で、こういう情報が来たらですね、せっかくですので、皆さん、飯交換を進めたり、誰か新しい人とこう知り合っていっていただいて、行くと、非常にこういうところに来た機会意味があるかなと思います。で、各部も、またこの後当然リフリーと思いますので、せっかくで全員仕事を教えていただきたいと思います。ということで、今日は、高橋さん、はい、ありがとうございました。